出発いたします。本日は数ある公共機関の中から西鉄夜行高速バス北九州福岡行き博多号をご利用いただきまして誠にありがとうございます。これより首都高速東名高速走行してまいります。お客様ご安全のため座席の方シートベルトの着用お願いいたします。また進行中では事故防止のためやむを得ず急ブレーキを使用する場合がございます。お足元やお手回り品の手荷物には十分ご注意ください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため車内ではお客様にマスクの着用、席エチケットの方ご協力をお願いいたします。またお連れの方いらっしゃいましたら、車内での大きな声での会話の方はお控えいただきますようご協力をお願いいたします。また休憩地から戻りの際にはバスの入り口に手指の消毒液を用意しております。こちらの方で消毒をされた後車内での乗り込みよろしくお願いいたします。この後このバスの行程はお休み前のお手洗い休憩として静岡県の静岡サービスエリアに停車を予定しております。バスが順調に進みますと23時30分前後到着を予定しております。こちらの方で喫煙、お買い物、お手洗いは必ずお済ませください。静岡サービスエリアを出発しますと車内の照明を落としカーテンを閉めて深夜運行に入ります。深夜運行中は車両点検、乗務員の交代、高速道路の運行状況の確認のため最寄りのパーキングエリアやサービスエリアに停車を予定しておりますが、お客様は緊急時以外は車外には出られませんのでご了承ください。深夜運行中のお手洗いは車内のみのご利用となります。病床は山口県佐野川サービスエリアに朝目のお目覚め、お手洗い休憩を予定しております。バスが順調に進みますと8時10分前後到着を予定しております。佐野川サービスエリアでこちらで喫煙、また買い物、お手洗いは必ずお済ませください。こちら出発しますと降車ご案内で北九州方面ご案内いたします。小倉駅9時51分、小倉砂津に9時55分、黒崎インター日野口10時11分、福岡に入りまして天神高速バスターミナル11時2分、博多駅博多バスターミナルには11時17分到着を予定しております。また途中の道路状況により遅れが生じる場合がございますのでどうぞあらかじめご了承ください。車内の方はトイレも含めまして全席禁煙となっております。おタバコは静岡サービスエリア、また佐賀川サービスエリアの2カ所でお願いいたします。車内での携帯電話ボナーモードに設定をお願いいたします。操作音、また着信音ならないようご協力お願いいたします。車内での通話の方もご遠慮ください。座席の方がリクライニングシートとなっております。ビジネスシートのお客様は後ろのお客様へご配慮の上座席を倒してごゆっくりとおくつろぎください。リクライニングを角に倒しますと後ろのお客様の足元が大変窮屈になります。ご一声を声かけご配慮の上ご利用ください。また、トイレ休憩の際には恐れ入ります。リクライニングのシートを元の位置にお戻しくださいますようお願いいたします。プレミアムシートのお客様は通路側に操作の方がボタンがございますので
内のお手洗い進行方向向かって右側車内中央です。階段降りたところに手洗いがございます。ご利用の際は必ず内側から鍵をかけてご利用ください。トイレ入り口に使用中のランプが点灯いたします。こちらで必ず確認の上ご利用ください。またトイレの方には備え付けのトイレットペーパー以外のものをトイレに流さないようにお願いいたします。故障の原因となりますので、その他のゴミは備え付けの靴とかの中に寄せてください。使用後はボタンを押しますと自動でトイレが流れるようになっております。出口付近光るセンサーをタッチしますと手洗いの水、使用口中に隔離の必要なお客様は浴槽等のご利用をお願いいたします。長時間のご利用は、他のお客様のご迷惑となりますので、ご注意の方お願いいたします。車内の空調の方は皆様快適に過ごせるよう自動で調節をしております。また新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から外気を取り入れ換気を行いながらの運行をしておりますので、暑さを感じる場合は乗務員の方、前方乗務員の方までお声かけをください。本日皆様ご案内いたします乗務員西鉄博多営業所から古野と私大倉の2人で皆様目的地まで安全運行でご案内いたします。この後首都高速に上がりましたら、